トゥラン島はカモテス海に浮かぶ島。カモテス諸島の主要な四島の一つで、最も小さくパシ半島の北に位置している。長さ 1.5km、幅 500m 程度の大きさであるトゥランは、セブ州サンフランシスコのエスペランサというバラン街の一部である。トゥラン島はトゥーロングディとト,トゥーロングダコなどとしても知られている。2013年11月8日に、 フィリピンを襲ったハイアン台風の直前、サンフランシスコ町の町長はおおよそ1000名の住民に、本島であるパシ半島への避難を命令した。島内にある500個の家屋は、完全に破壊されてしまったため、この行動は、島民の命を救ったと考えられている。A.B. マケルロイ、アンディー、エヴァキュエーションセーブズホールアイランドフロム台風、ハイアンユナイテッド、 <noise> ネージョンズオフィスフォーディザスターリスクリダクション15 November 2013http コロンスラッシュスラッシュ www.unisdr.org スラッシュアーカイブスラッシュ35524ありがとうございます。